はい、激辛マニアユッキーでございます。今日は、こちらです。激辛ハチネロカレー。これローソンストア100で売ってました。こちらはですね、ローソンストア100で、売られている、一味唐辛子だったかなの、この、キャラがいるんですけど、その、一味唐辛子。ハバネロ入りってやつね。あれが、売ってるんです。うん。まあ、そのあれでしょうね。うん。ハバネロ入りの激辛、唐辛子丸ごと1本入りとか書いてあります。1人前が 180g。180g 入り。こちら販売者が、ハチ食品株式会社っていう、有名な、超有名な、パスタの、ミートソースパスタで、超有名な、コスパが、とんでもない、100円で売ってるのに、すげえコスパね。2、3人前入ってるっていう、とんでもないコスパを誇る。ただし、あれ最近なくなったんだよな、あれな。多分、原材料高騰から、高騰したからだと思うけど、あれ明らかに、ねえ、おかしかったっすよ、設定というか。なんか。本当に元取れてんのかな、的な。だって他のさ、ミートソースパスタって俺大好きだからさ、よく食べるんだけど、なんなんだよ、これ。他のやつ、明らかに値段高いもんね。うん。圧倒的にね。ママとかさ。ママとかさ。すげえ高いんだよ。多分もう製造しねえんじゃねえか、あれ。もうどこのスーパーでも見かけなくなったもん、あれ。完全に。うん。完全に姿消したよね。あれは。もう多分1年前か2年前ぐらいからもう見なくなった。1年前だな。1年前ぐらいになったらもう見なくなったね。うん。そうそう。あれすげえコスパ良くて、俺大好きだったんですけど、残念ですね。まあ、そんなもんです。いただきまーす。あ、辛っこれ！あ、辛っ！嘘、こんなに辛いの？B の30倍よくは辛くないけど。辛っ！思った以上に辛い。あ！これ、すげえ辛い。100円でこの辛さ。B の45倍とか30倍に比べると、若干、辛さはないんだけど、多分25倍ぐらいじゃない ?B の25倍ぐらいの辛さがあるわ、これ。あ。うわ、辛え。あ、いや、下手したら、リの30倍と同じぐらいかもしれん。すげえの見つけた。あ。うわ、カレー、これ。これはあれだわ。100円で、リの30倍とか値段が300円とかするんですよ。で、うまいんだけど、うまいし、あれなんだけど、辛いから、好きなんだけど、やっぱ値段が若干やっぱ高いよね。うわ、辛っ。これあれだ。
マジでリーの30倍を超えるかもわからん。最近食ってねえからわかんねえけど。最近食ってねえからわかんねえけど。これ相当辛い。相当辛いぞ、これ。うわ。ローソンストア100で。あ、売ってますからね。辛、本当に辛い。久々にここまで辛いの食った。うわ、カレー。まあ、カレー自体は熱いっていうのもあるし、あるんだけど、それ考えても、相当辛いです、これ。D の30倍と同レベルの辛さ、もしくはそれより上かもしれん。うわ。あのね、D の45倍とか30倍とか食べると、あまりにも辛すぎて、なんかね、胃がびっくりするんだよね。びっくりするみたいな。なんか喉のあたりがなんかびっくりするんですよ。うん。それが出るね。うん。完全に舐めてかかってた、これ。ちなみに唐辛子が、ここか、入ってます、これ。これ全然辛くない。これただの鷹の爪だな。鷹の爪がただの乾燥唐辛子なの。あ、辛い。8食品の、激辛スパイス一味っていう、まあ、一味唐辛子の、に、ハバネロが入ってるやつが、ローソンストアで、100円で売ってるんですよ。これもかなりコスパいいです。まあ、うわ、カレー！これマジで。D45 倍ぐらい辛い。多分。本当に。うわ。D の45倍よりか辛いかもしれん。うわ、辛い！本当に辛いこれ。まあ、この激辛スパイス一味ってやつは、そこそこ、辛いのが好きな人は、おすすめなんですけど、俺みたいなガチ勢になると、SB の、ハバネロペッパーってやつが、一番、コスパがいいですね。完全にハバネロが、100% のやつ。あれが、まあ、そこら辺で、スーパーとかで売ってますんで。うん。うわ。久々にちょっとタオル。うわ、カレーマジで。うわ、すごい。
あの、リーの45倍とか、リーもあの、美味しいんですよ。あの、ビーフカレーだからね。これは多分ビーフカレー、これも多分ビーフカレーなんですよ。美味しいんですよ。うん、味も。味も美味しいし、ものすごい辛いし。うわ。これ胃がね、驚いてる。完全に辛すぎて。あの、久々に辛いの食ったから、あの、胃がね、びっくりしてるんですよ。うん。8食品の、レトルトカレー。で、あるかな。あ、ありました。激辛ハチネロカレー。激辛スパイスハバネロをたっぷり使い、辛さを際立たせたソースに、赤唐辛子を1本丸ごと加えた激辛タイプのカレーです。あれ？まだ映像が止まってる。カレー。うわ、熱っ。うわ、ああ。久々にこんなカレーで、カレーの食べたこんなに。うわ。これね。辛さレベルが5って書いてあるんですけど、あの、普通の、あの、一般的にカレールーでさ、あの、辛さ度数とか書いてあるじゃん。あれのマックスとね、あの、明らかにこっちの方が辛い。圧倒的に。あの、ジャワカレーの辛口とか、あの、なんとかカレーの、なんか、辛いやつとか、あの、あの、市販のね、あの、カレー粉のやつ。あれとはもうレベルにならないぐらい、あの、辛い、こっちの方が。うん。これやべえな、マジで。ここまでしかもうまいんすよ、だから。ビーフカレーだから、うまいんすよ、これ。うんま、これ。これ多分、俺が動画上げたことによって、いや、まあ、それは考えすぎか。多分もう YouTube とかで多分上がってると思いますね。これはね、冗談抜きで、あの、めちゃくちゃ辛いです。あの、ココイチの10辛いが多分辛いです。うん。おそらく。いや、ココイチのね、あの、10辛と同じぐらいかもしれない。わかんない。
わかんないけど、とにかく100円でこの、あの、辛さで、この味っていうともう、あの、半端ない、コスパが半端ないです。これコスパ半端ないですよ。これ買い占めようかな。うわ。もうあの、カップラーメンのあの、カラカラウオとか、あと、あの、カップラーメンのあの、北極とかあの、レベルじゃないですね。あれ、あの、2倍ぐらいの辛い。2倍どころか3倍ぐらい辛いかも。あれが可愛く見えますね。カラカラウオと北極ラーメンがいかに辛くないかわかるね、これ、食うとね。あの、店の、北極だったら、あの、これと同じぐらいの辛さだと思います。うん。だけど、ちょ、コスパいいな、これ。これで108円。あの、これで108円はお得だぞ、これ。マジで。あ、紹介されてます。あの、とあるサイトで、これが、紹介されてますね。え、これがですね、このカレーは通常の同社の中辛と、比較して50倍の辛さを持つというとんでもない商品らしいですよ、これ。やっぱり。だから、リーで考えると多分30倍か45倍ぐらいの辛さだと思います。うん。ちなみにこちらが、2月の22日から発売してるらしくて、価格が160円、税抜きで160円ってなってますけど、あの、ローソンストア100で普通に売ってたんで、これあれだな、多分、通販サイトとかじゃない。通販サイトでの、カレーマジで。まあ、18金カレーとかは、あの、多分辛くはないと思うんですけど、まあ、18金カレー自体俺買う気が1ミリもないんで、あれだって1600円とかするでしょ。たかだかレトルトカレーの、ごときに。で、それ考えると、まあ、絶対辛いんだろうなっていうのはわかるんですよ。だけど、多分、そのレベルになってくると、もはや、あの、前俺が食べに行った、あ、ごま竜のあの、無限ね。あれぐらいのレベルになると思うんですよ。多分。だからもう、あの、もう完食できるレベルじゃ多分ない、とは思うんです。あれは。うん。
18金カレーの一番辛い、最近出たけど、前までは白いやつが一番辛かったんですけど、その上ができたらしいですね、最近ね。最近なのかわかんないけど。うカレーマジで。アマゾンでも売ってますよ。あ、在庫切れです。在庫切れらしいですね。はい。カレーマジで。これあれだな。ローソンストア行って、ありったけ、買い占めてもいいレベルのコストパフォーマンス。うまさと辛さと、俺が食べられるの限界ぐらいの、うまいと感じれるレベルのその、限界ってぐらいのあたり。蒙古タンメンの中本の、北極は、あれをはるかに超えるんで、店の方はね。だから、もう辛すぎても味が、うまいっていう、あれが、感覚がもうかなり薄れてくるんですよ。うん。だから、これは本当に、ギリギリうまいって思えるぐらいの、辛さの、このちょうどいいバランスというか、うん。で、これ、罰ゲームとか、で、使うと多分、あんまり、あれですよ。罰ゲームで、使ったら多分、シャレじゃないぐらいの、ことになりますね。うん。多分、普通の人は多分辛さはそんなに強くないと思うんで。まあ、俺みたいなね、激辛マニアなら、わかるけど。俺の激辛マニアでもこんだけ辛いっつって、言うぐらいなんで。普通の人がこれ食ったら多分、罰ゲームだろうとなんだろうと多分、一口でもう食えないですね。うん。そうだな、これ辛さ度数ね。まあ、辛さ度数100で !100! うん。俺が限界までそのギリギリうまいと感じれるレベルの激辛さ。ちょうどいいこれ。買い占めてこよう。それではご視聴ありがとうございました。